こんにちは、エンジャーです。今回はペーパーバック版の書籍出版のお知らせです。これまで窮屈スタジオ入門、窮屈スタジオ実践入門、電子部品超入門、 EMC 超入門、高周波回路超入門と5つの電子書籍を出版してきましたが、これらの書籍がついに紙の本になりました。これらの書籍についてはかねてより紙の書籍としての出版をご要望いただいておりましたが、この度 Kindle のペーパーバック版としてようやく出版することができました。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。今回出版するペーパーバック版というのは、表紙や裏表紙が紙に直接印刷されている雑誌のような想定のもので、今回の書籍については全て英語サイズで全ページカラーとなっているため、かなり読みやすくなっています。書籍の中身については、印刷ページを削減するために電子書籍からページレイアウトを一部変更していますが、内容についてはほとんど同じです。そのため情報収集だけを目的にされる方は電子書籍版の方をご購入ください。一方で紙の書籍についてはさっと調べる時の閲覧性の良さや記憶への定着度の高さがメリットとしてあるので、例えば業務中の調べ物や試験勉強のための教材などテキストとしたい場合には、今回のペーパーバック版がおすすめになります。またこの紙の書籍に関しては、私のチャンネルの一種のグッズ的な要素もあるので、このチャンネルを応援してやってもいいよという方は、コレクション用のアイテムやチャンネル布教用のアイテムとして活用いただけるととても嬉しいです。なお価格については、紙の印刷代がかかっているので電子書籍版と比較して約3倍ほど高くなってしまいますが、一般的な専門書と同じくらいの価格でお求めいただけるようにしています。紙や印刷の品質についても必要十分な品質は確保できており、専門書として満足いただける仕上がりだと思いますので、ぜひ購入をお願いします。ということで、概要欄にそれぞれの書籍の販売リンクを掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。皆様の感想やレビューをお待ちしております。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。